埋もれの中に裸足のトレイルを作っているっていう中のコンセプトが、ふかふかな地面を作ろうと。一つは今落ち葉を入れました。その落ち葉を分解する菌類がこう広がっていく、成長していくための隙間がもっと必要なんですね。菌類のネットワークを広げるための作業ですね。でいつかこれが子供たちが桑の実をね食べに来れるし、鳥も食べに来れるし、みんなが楽しめるっていう。右に行く道と左に行く道と2つ作りたいですね。しかも考えながらなんか森を見ていかないと環境を変えていくっていうのは難しいんだなっていうのが改めて今日分かりました。木の階段を2段ぐらい増やしたので、3、4段増やして斜面を登っていく道を伸ばしていきたいなと思っています。炭とかですね、いろんな有機物を土に混ぜ込みながら、その硬い粘土質の土を変えていっているところもあるので、実際の自然の中の現場とこのトレイルの中の状態っていうのを少しこう皆さんも頭の中でつなげてもらって、今日の作業に生かしてほしいなと。いい具合に腐葉土の堆肥が出来上がりつつあります。だいたい20センチぐらいが目安。ここに1個斜めにはみ出してくれた方が水が外に流れるから、こう上に上がるとここ斜度が結構あるので、直線で直通しちゃうと結構地面に負担がかかる。もう一箇所ね、左方向で登ってくところを作ってほしい。登ってくる道が、まあ、2、3本あれば好きなところから上がって好きなところから降りられるから、これは基本的に入れるときは待っててください。この微生物が食べるから、いろ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 な種類があった方がいい。風が停滞しなくなった、あの流れができるようになったんです。あの独特の、そう、腐食した腐ったような匂いがしてたんだけど、そいつがなくなって森林らしいなっていう風が吹くようになったんで、けど今は風ができることによって林内のこの下の方の葉っぱまで揺れるようになったので、元気をもらってますよね、やっぱり森からも人からも。ジュンジュンが先生じゃなくて森が先生なわけで、それを自分の目で五感で感じて、この森と対話しながら森を作っていくっていうのはすごく大事だよね、やっぱりね。変化がやっぱすごい楽しいかも。